続いてメッセージの時に移ります。本日の聖書箇所は口語訳旧約聖書19ページ、創世記第18章1節から8節です。この聖書箇所よりアブラハムの生涯のシリーズ第7回目になります。おもてなしの祝福と題しまして、高木博樹先生よりメッセージを取り継いでいただきます。創世記第18章1節から8節、司会者が代表して拝読いたします。主はマムレのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れた。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたが、目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て天幕の入り口から走って行って彼らを迎え、地に身をかがめて言った。我が主よ、もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞしもべを通り過ごさないでください。水を少し取ってこさせますから、あなた方は足を洗ってこの木の下でお休みください。私は一口のパンを取ってきます。元気をつけてそれからお出かけください。せっかくしもべのところにおいでになったのですから。彼らは言った。お言葉通りにしてください。そこでアブラハムは急いで天幕に入り、サラのところに行って言った。急いで細かい麦粉三セヤを取り、こねてパンを作りなさい。アブラハムは牛の群れに走って行き、柔らかな良い子牛を取って若者に渡したので、急いで調理した。そしてアブラハムは牛乳と牛乳および子牛の調理したものを取って、彼らの前に備え、木の下で彼らの傍らに立って給仕し、彼らは食事した。皆さん、ようこそお越しくださいました。また YouTube をご一緒にご覧いただける方も心より感謝いたします。味覚の秋というですね、言葉がございます。秋にはいろんなおいしい食べ物がねございますが、米沢では ABC というありますね。 A はアップル、リンゴですね。 B はビーフ、米沢牛。 C はカープ、コイですよね。先日ですね、ある方からこんなお話をね伺いました。リンゴの中でもですね、酸味が強いのは紅玉というリンゴですよね。それをお友達にそのリンゴを差し上げたって言うんですね。そうしましたら大変喜ばれてね、いやありがとうってね。そしてそのお友達が訪ねてきたって言うんですよ。お土産を持って。何だと思います？ケーキなんですよ。そのいただいたリンゴがケーキになってね、我が家にやってきたって言うんですね。そうしてですね、それを私に感動を持ってね、そのお話を持ってもてなしてくださったんですよ。その現物はあるのって聞かなかったんですけどね、現物もね来ましたよ、これでしたとか言ってですね、まあ、そうやってもてなしをねしていただいたわけですけども、ご本人たちもまさかねそういうふうになるとは全然思ってもいなかった。しかし神様のなさることってすごいな、その方に喜んでもらおうと思って差し出したものがまさかケーキとしてやってくるとは、なんていうことをですねお聞きして、そのお話を、感動のもてなしをね、その方から受けたわけですけども、今日は祝福のもてなしと題して、この創世記の第18章からご一緒させていただきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、主の半ばの祈祷会のこの夕べの時に、愛するお一人お一人を主の名によって呼び集めてくださって、主の御前に共に祈り、賛美を捧げ、そして御言葉を通して変わることのない神の御言葉に支えられていく、その歩みが主によって全うすることができるように、今日もお一人お一人に必要な御言葉が語られますことを信じます。初めから終わりまで主の御臨在の中で祝福に満ちた祈祷会となりますことを、病に伏している方の上にも等しき主の癒しと恵みを持ってあなたが望んでください。すべてを御手に委ね、主イエスキリストの御名によって主の御前にお祈りを捧げいたします。アーメン。
今日はこのアブラハムの生涯の第7回目のシリーズでございますが、おもてなしの祝福と題して3つのことをご一緒させていただきます。まず第1はおもてなしの心、これが第1のポイントです。おもてなしの心です。創世記の17章において神の約束の更新という出来事がそこにありました。神様は約束という形でアブラハムにご自身の約束が完全に保証されているものであるということをですね、示したわけであります。すでに15章においてアブラハムとその契約を結ばれていたわけですが、しかしもうひとたび17章でその契約の確認をしたわけです。その時アブラハムは99歳、全能の神である、あなたは私の前に歩み全きものであれ、私はあなたと契約を結び大いに子孫を増すというふうに約束したわけですね。その契約の確証となるものが3つありましたね。アブラハムと名前が変えられたわけですけども、アブラムだった、そこからアブラハムに変えられたわけです。サライだったサライがですね、さらに名前が変わったということですね。そして契約の印として割礼を受けた、割礼を命じたわけです。そしてアブラハムに目に見える形で現れ、主の契約は必ずなる、実現するんだと、そう語られたわけです。その後のことですね。この18章というのは、18章においては主なる神が3人の旅人の姿をとってアブラハムの前に現れたというのがこの出来事なわけです。18章の1節から見ますとこう書いてありますね。主はマレムのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れた。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたというところですね。昼の暑い時、天幕の入り口に座って、うたた寝してたのか休んでたのか書いてありませんけども、おそらくですね、ぼーっとなっちゃったのかぼーっとしてたのか分かりません。しかしそこで目を上げてみるとって書いてありますね。2節、3人の人が彼に向かって立っていた。暑さであまりぼーっとしていてですね、なんとなく前に誰かいるなって思って見たら3人の人がそこに立っていた。あまりにも突然の出来事でしたが、彼はどうしたかというと、彼はこれを見て天幕の入り口から走っていって彼らを迎え、地に身をかがめてって書いてあります。アブラハムはそのテントの前にいて、そこからおそらく離れている場所だったんでしょうね。歩いてとは書いてありませんから、走っていかなきゃならないほどの場所に3人の人が立っていたと。そこまで走って出迎えていったわけです。全力疾走なのかどれぐらいの速さか書いてありませんから分かりませんけども、きっとね、急いで行ったに違いないと。そして身をかがめ、客人に対するおもてなしというのは当時のユダヤにおいては非常に大切なことであり、その宿のそこの、ね、家の主人の責任でもあったというわけですね。そしてその地に身をかがめたというのは、まさにアブラハムが信仰の人であるということを表す表現であるということです。地に身をかがめる、謙遜に主の御前になるという姿と同じように、その姿を表しているというわけです。その旅人が訪ねてきた目的は一体何なのかということがありますね。何のためにその旅人が訪ねてきたのか、それはアブラハムとサラには男の子が生まれる、そのことを告げ知らせに来たというわけです。何年も待ち続けた神の約束、その実現を知らせるために来たわけです。アブラムとその子孫は創世記の12章ですよね。そこを見ますと神様から祝福をされる、そして祝福のもといとなる、すべての国民の父となる、あなたは祝福のもといですよ、その祝福の実現を果たす、
それは神様のなさることなわけですが、その約束の実現を知らせるために来たというわけです。そのアブラハム一族はそのことを分かっていて旅人をもてなしたのではなく、後のことですよね。それは18章の10節にそう書いてありますが、来た時はなんだかよくわからないけども、お客さんが来たんだからとにかく大切にしなきゃいけない、もてなさなきゃいけないと思って、できる限りのことを思ってアブラハム一族はお客さん3人のお客さんにおもてなしをしたということです。そのおもてなしの仕方はどういうおもてなしの仕方だったかというわけです。あのおもてなしの宿、有名な宿がありますね。石川県に加賀屋という旅館、ね、日本の旅館の中でトップをずっと行っている旅館なわけですが、そこのキャッチフレーズは、おもてなしは究極のおせっかいというのがキャッチフレーズなんです。おもてなしは究極のおせっかい。ある方がその加賀屋の話をしましたらね、いやーその加賀屋さんみたいにですね、出迎えにね、中井さん、女中さん、中井さんですかたちがこうずらーっとですね、50人も60人も並ばれてね、出迎えた日にはね帰りたくなるね。で帰る時ももう60人ぐらいずらずらっと出てきてですね、ありがとうございました、頭を下げられてね、いなくなるまでねずっと頭を下げてられたらちょっとつらいなんていう方もねいらっしゃるわけですよね。それが心地いいという方もいらっしゃるし、それぞれのね心地よさは違いますが、それが問題ではなくて、半歩先に行く距離を大切にしている、つまりお客様とのちょうど良い距離感を大事にしているんだ。そしてお客様に見て聞いて心を尽くすっていうことを実践しているというわけです。そのお客様を見て何が必要なのか、そしてお客様に常に聞かせてもらって、そしてできる限りの心を尽くす。そうなるとどうなるかというとですね、帰りたくない、いいですよね、旅館に行ってね、もう一泊二泊連泊みたいなですね、ずっといるわけにはいかないですよね。一泊5万円ぐらいするそうですから、そういうわけにはいかない。だけどそういう思いになるということなんですね。自分の家族や友人をお迎えするように、人を幸せな気持ちにする、一期一会の感動がそこにある。小さな気配り、心配りを重ねて一生付き合いたいと思わせるようなおもてなしをするのが加賀屋さんだというわけです。そのためにいろんな工夫がなされるということですよね。スキルでそのおもてなしをするんではなくて、そのこらえた一人一人が本当に大切な存在なんだ、どうしたらその方々がくつろいで、そして楽しんで、そして幸せな気分で一生のお付き合いができるようになれるのかということを心しながらおもてなしをするというわけです。アブラハム一族もですね、おもてなしをしたわけですけども、アブラハム流のおもてなし、どんなおもてなしだったのか。まずは走って出迎えた、そして地にひれ伏し、そしてここに留まっていただけるようにお伝えした、そしてすぐに水を汲んでこさせて足を洗う、ね、足を洗うっていうのはすっきりしますね、気分がすごく良くなる。そして食事を振る舞った、その食事も粉麦、粉粉ですね、お三世やって書いてあります。その三世やという量は、まあ、23リットルっていうふうに言われているほどの何百人近くでしょうかね、それぐらいの大勢の人数をもてなすぐらいの量のその粉を準備させてパンを焼いた。自らがですね、牛の群れに走っていって柔らかな子牛を取って調理させた。そして牛乳、これはチーズと言われておりますけども、そして牛乳を絞ってその客人にテレビの木の下でもてなした、サーブした、まあ、一族挙げてですね、もう最高の最上のものを持ってもてなした。できないことをしているわけじゃない、できる限りのことをして、この内容を見ますと、ある意味では子牛のフルコースの
最高のディナーを。しかもアブラハムは座ってたんじゃなくて立って、そこで傍らにずっと立ってもてなしたっていうわけですよ。何か必要なことがあればさっとね、その必要なものを差し出せるような状況である。まさにこの光景を見ていくときに、イエス・キリストはお弟子さんたちに対して足を洗いましたね。その後最後の晩餐をもてなしましたね。これは私の体である。そしてこの杯は契約の印である。私の流す血である。それを覚えるためにこの食事を、最後の晩餐は、そうやってお弟子さんたちにキリストの最高の振る舞いがそこになされていったということと重なっていくことではないでしょうか。アブラハムは神様がわざわざ自分に会うために来てくださったことに気づかずに、しかし精一杯のおもてなしをした。来るんだったら来るって言ってください、もう事前にそれなりに準備しますから。しかし突然来たとしてもベストなものを持っておもてなしをした。青森に森のイスキアっていうところがございました。そこで佐藤初音先生、ここにも来てくださいましたけども、先生の言った言葉で非常に心に留まる言葉が、今でも覚えている言葉の一つに、共に食することは共にあることだ、共に食することは共にあることだ、一緒に食事をするというのはそこに存在していることなんだっていうね、そういう意味をそこにもたらすわけですけども、その森のイスキアには多くの病める人たちが全国各地から、時には世界からですね、やってこられる。多くの人の心に生きる力と、そしてその生きる力を食と話を聞いて差し上げることで命の息吹を与えてきたっていうんですね。これは自分ができたことではないんだって何回もおっしゃいました。神様のなさる御業なんだ。先ほど奇跡を信じますっていう言葉で賛美をしましたけども、まさに神様が働かない限りはそれはできないことであるってことを先生おっしゃいました。初音先生はその人を大事にしてますよ、あなたのこと好きですよと言葉にしなくても、その人が好きなものを作って差し上げて一緒に食べるだけで心が通じ合える。お腹が満たされてくると自然に感謝が湧いてきて、今度は自分が人に何かをして差し上げたくなる、そうおっしゃいました。神様という方はさりげない日常の中に表してくださることが多いわけです。旅人であり困っている人に対してご自身を表してくださることが多いですね。聖書のマタイによる福音書の25章、その35節から40節見ますとこう書いてあります。聖書、新約聖書の42ページを開いてみましょう。マタイによる福音書の第25章の35節から40節までお読みしたいと思います。新約聖書の42ページになります。マタイによる福音書第25章35節、あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたのである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか、いつあなた方が旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか、またいつあなた方が病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。
これらの最も小さいものの一人にしたのはすなわち私にしたのである。日常の生活の中で些細な出来事の中であり、ちょっとしたその出来事の中に神の御臨在がいつも存在しているということです。アブラハムはその旅人をもてなす、それはまさに大切な存在としてもてなしてくださるということです。私たち一人一人、神様は大切な存在として私たちの見てくださり、私たちに関わり、私たちをもてなしてくださるお方であるということです。祝福のもてなし第2のポイントは、神の約束の実現を確信に導くということです。神の約束の実現を確信に導く祝福のおもてなしは、アブラハムに対する神の語りかけから始まりました。それは18章の9節から10節のところです。そこをお読みしたいと思います。創世記の18章の9節10節です。彼はアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにおられますか。彼は言った。天幕の中です。その一人が言った。来年の春、私は必ずあなたのところに帰ってきましょう。その時あなたの妻サラには男の子が生まれているでしょう。サラは後ろの方の天幕の入り口で聞いていたって書いてあります。神様はサラから再び男の子が生まれる、子供が生まれる約束をアブラハムに告げたわけです。しかも来年の春にその約束が実現するということを告げ知らせました。そのことはどう考えても、この時アブラハムは99、さらにおいても89、どう考えてもですね、この年で子供が生まれるなんていうのは、常識的に考えても、物理的に考えても、人間的に考えても不可能以外何者でもないってわけですよ。しかし神様はそのように告げ知らせたわけです。で、後ろの天幕の入り口でサラが聞いていたんですね。そしてその後サラはどうしたんでしょうか。さてサラは、アブラハムとサラは年が進み老人となり、サラは女の月のものがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑って言った。私は衰え、主人もまた老人であるのに私に楽しみなどありえようか、ね、ここでサラはどういう行動を取ったかというと、笑ったんですよ。その笑いっていうのは何ですか。楽しみがなくなったから笑った笑いですか。じゃないんですよね。疑いの笑いですよ。もっと言えば小馬鹿にしたような、そんなことありえないというふうな感じで笑ったわけですね。ある意味であざ笑ったような笑いかもしれませんね。そこで主がアブラムに仰せられたのは、サラはなぜ私は子を産めるのだろうか、こんな年になっているのに、というふうな言葉を言いましたよね。しかしその言ったことに対しても神様はサラの心の内をお見通しであったというわけです。神様という方は何でも私たちのことを知っておられる、すべてをご存知であるって書いてあります。14節見ますと、主にとって不可能なことがありましょうか。来年の春、定めの時に私はあなたのところに帰ってきます。その時サラには男の子が生まれているでしょう。サラはこの知らせを聞いて心の中で笑ったと書いてありますね。14節のところに、主にとって不可能なことがありましょうか。その笑ったことに対してサラはどうしたかというと、恐れたので
それを打ち消して言った。私は笑いません。主は言われた。いや、あなたは笑いました。という問答がありますね。何に対して笑ったのか。それは不可能だという、絶対そんなことはできない、つまり人間的な思いが心の中を占めていたのがサラですよ。アブラハムにおいても17章で同じように笑っているところがあるというわけです。神様の約束、子が生まれるという約束をしてるんですけども、アブラハムも笑ったとあります。つまり笑ったということは神様をなさることを信じてなかった不信仰の表れだということです。信じるとは自分と向き合う力を養うことであるとあります。死の前で笑い、死の言葉を信じることができない、受け止めきれない自分、つまり笑うしかない、笑ってしか受け止めることができない状態がサラの状態でした。私たちの生活の中でもそんなこと神様できるはずがないとは言葉では言わないですよ。しかし心の中でそれを言っている、そう思っている、それが笑いという行為に出てくる。全知全能なる神様にとっては何一つ不可能なことはない。信じられないということはそんなことはありえないというふうに言っていることと同じであるということです。まさに信じられない、受け入れられない自分、その不信仰という十字架に向き合わざるを得ないということです。もう一度神様に会って呼びかけを通して語られた言葉に対する私たちが向きを変えていく、向き合いきれない自分、それを認める、それは罪を認めるのと同じですね。それを認め、もう一度悔い改めて神様に向きを変えていく、約束の実現の確信に導く、まさにこのアブラハムにおいてもサラにおいてもその姿そのものは私自身の姿そのものであるということをここに見出すわけです。祝福のおもてなし、それは神の約束を、約束の実現を信じることを確信することだとあります。聖書のルカによる福音書を開きいただきたいと思います。ルカによる福音書の第1章30節から37節を見てまいりましょう。ルカによる福音書第1章、新約聖書の83ページになります。ルカによる福音書第1章の30節から37節です。新約聖書83ページですね。それではお読みします。ルカによる福音書第1章の30節。すると御使いが言った、恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高き者のこと唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは御使いに言った、どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えて言った、聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえ生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていないのに早6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。そこでマリアが言った、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そして御使いは彼女から離れていった。まさにこの状況から見てもですね、どう見てもこんなことがありえない、そういう状況の中にあって、神には何でもできないことはない、御使いが語られたわけです。私たちの人生においてもどう考えてもこれは常識的に、物理的に、人間的に不可能と思える状況の中にあっても、
神には何一つできないことはない、そのことにしっかりと信頼を持ち続けることができる、それを神様は私たち一人一人に、自分と向き合う、不信仰と向き合う自分の姿を通して確信に導いてくださるというのです。3番目のポイントは、とりなしの祈りの力です。祝福のもてなし、それはとりなしの祈りの力ということです。18章の20節を見ますと、主はまた言われたとあります。ソドムとゴモラの叫びは大きく、またその罪は非常に重いので、私は今下って、私に届いた叫びの通りに、すべて彼が言っているかどうかを見てそれを知ろうとあります。3人の旅人が、神様がですね、3人の旅人の姿をとって来られたもう一つの目的は何かというと、このソドムとゴモラ、その罪を確かめるために来たというわけです。アブラムとサラに対して、来年の春に男の子が生まれる、神の約束の実現を告げ知らせるために来た、それが第一の目的で、第二の目的はここに書いてありますように、ソドムとゴモラの罪を確かめる、その罪は非常に重い、私は今下って、私に届いた叫びの通り、すべて彼が行っているかどうかを見てそれを知ろう、それを実際自分の目で見てそこに行ってそれを知るというですね、そのために来たんですよということを言ったわけです。アブラハムとロト、甥のロトはですね、一緒に暮らしていましたね。そしてあまりにも家畜が増えたり、そこでね、働いている人たちがお互いにこう仲が良くなくなってきた、そういう状況の中にあって、これは一緒にもう暮らすことができない、その状況の中でじゃあどうする、別々の場所で生活をしなきゃならないということになりました。そしてその時アブラハムは甥のロトに対して、あなたの好きな場所、好きなところを選びなさいよというふうに言いました。そうしましたらロトはですね、その低地で潤っている、ね、満たされているその地を選びました。そこはもうエジプトまでこう見えるような、ね、場所でもあったと言われるわけです。そこはソドムとゴモラの場所だったわけです。一見見たら素晴らしい場所だったというふうに思うわけですが、しかしそこは実際は罪に満ち溢れ、そして道徳的に乱れている場所だったわけです。その町を前にして、アブラハムは主の前に立ったとありますよ。主の前に立ったということはどういうことですか。神様はそのソドムとゴモラ、そこに住む罪人たちのために、アブラハムは取りなしを神様の前で捧げたということです。取りなしの祈りをそこで捧げていったわけです。その祈りは神様との真剣勝負であったということです。本気の祈りであった。そこに神様との駆け引きのやり取りがありますね。まさにその駆け引きにおいては、アブラハムが主の前に立ち続けてその取りなしを祈り続ける。なんとか神様に憐れみを持ってこの町を滅ぼさないように。神様は滅ぼすお方ではなく、祝福を与えてくださる主である。その主であることをアブラハムは何とか思いを持ってそこに祈り続けたというわけです。神様は少数の正しい者の存在によって多くの罪ある者をお許しくださる。その憐れに満ちた神様であるということは私は分かっております。それゆえ何とかそのソドムとゴモラを滅ぼさないように、少人数でも神様に従う者の存在がこの町の全体にとって大きな意味がある。神様は私たちにこの町を何とか
この町の人たちに許しを、そんなやり取りをずっと続けていくわけですよね。そして最後、アブラハムはもうすべてのやれるべきことはしたと、神様の前で祈るべき祈りは捧げたと。そこで主は離れ、そしてアブラハムは自分のところに帰っていったとあります。もう神様に追いだねしたんだから、もっとあとはすべてを最善にしがさる神様に信頼して安心して家に帰ったというわけです。イエス・キリストが十字架にかかりましたよね。何のためでしょうか。それは全人類の罪の身代わりとなったとありますよね。その十字架にかかった時にキリストが最後に言った言葉は、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからない。最後の最後まで取りなしの祈りを十字架の上で捧げ切っていったってわけです。その祈りは許しの祈りの取りなしの祈りだったわけです。今この大会堂といわれる、ね、会堂で私たちは礼拝をし、今日も祈祷会を捧げております。ここに至るまでのプロセスは、さまざまなプロセスを踏んできました。田中先生ご夫妻がアメリカから帰ってこられて40年以上経ちました。その前はよく吉子先生のお話に出てきますが、5人のおばあちゃん方が必死になって祈ってました。神様に一人一人がつながって、神のみを信頼し、神のみを見上げる、その信仰を持って歩んできて今日があるというわけです。アメリカに先生が留学されました。その力、なんとか信夫先生をこの米沢にお戻しください、そういう祈りがずっと捧げられたというわけです。もう教会が傾きそうな状況の中にあって捧げられた祈り、それは人に対してじゃない。神様は絶対不可能なお方ではない。先生を使わせてくださって神の霊に満たされて、もう一度この状況から教会を立て上げてくださる、その信仰の種が私たち一人一人にもその DNA をいただいて、神様を信じる信仰、その神様は不可能はないという神様です。まさに神様は私たち一人一人をどんな状況の中にあっても祝福をもってもてなす主である。その主に信頼していく、その信仰を持ち続ける限りは、イエス・キリストは言いました。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることのないお方である。この方を主と信じる信仰を持って私たちが生きていく限りは、状況が変わろうが、人がどのような状況になった中にあったとしても、時代が変わっても変わることのない主に信頼し続けていける信仰を私たちもしっかりと持って歩んでいくことができるということです。人にはできないが神にはできる。神は何でもできるからである。お祈りいたします。どうぞしばらくお一人お一人が主の御前に、今晩神様お一人お一人あなたを祝福をもってもてなしてくださる主です。アブラハムが旅人をもてなしたように、神様は私たち一人一人の心に寄り添ってくださって、私たちのすべての必要をご存知です。何よりも神様の約束を実現に至らせる、それを確信に至らせてくださる。しかし私たちの不信仰がそれを阻んでいます。もう一度神様に立ち返って、人にはできないが神様は何でもできるお方であること、しっかりと心に留めて、主の取りなしの中に私たちが置いていただき、聖霊なる神様は私たちが祈れない時も切なるうめきを持って祈ってくださる主です。どうぞその主に信頼し、これからもお一人お一人が主の御を仰いで歩んでいくことができるように、その確信を持つことができるように
しばらく祈ってまいりましょう。